蝶々魚科は、鈴木ズ鈴木モ,モクに属するとが、世界中の暖かい海のサンゴ礁などに、約120種以上が生息し、日本近海でも51種が見られる。木の葉のように丸くて薄い体型をしており、鮮やかな色彩を持つものが多い。英語では、バターフライフィッシュと呼ばれる。また、蝶々魚の名の由来は、サンゴ礁の中を、ひらひらと泳ぐ様を、お花畑を、 ひらひらと飛ぶ蝶の姿になずらいたものである。このトガは種類も多く人気の高い観賞魚の仲間であり、今日では多くの種が観賞魚として流通している。かのが不明、チャエトドン時代はギリシア語のチャイテとアデュースに由来し、それぞれ髪の毛、歯を意味する。本家の魚の口には毛のような歯が生えており、これを表したものであろう。 金着大化ポマッキャンサデイに近縁だが、本化は災害に、棘がないことで区別される。蝶々ウオの仲間の化石本化の仲間は小型で、最大のニセ風雷蝶々オチャイトドンリニオレイトス、でも30センチメートル程度にしかならない。ほとんどの種が、サンゴ礁や岩礁での生活に適応し、サンゴや岩の隙間を自在に遊泳できるよう左右に、扁平な体型を持つ。 尖った興奮を持つ種類が多く、これは微小なプランクトンや狭い隙間に潜む小動物などを餌とする生態に対応する。横から見た形は円盤型で背びれと尻びれが後方まで延長し、尾ひれと接近する。様々な模様のものが多く中には似たような模様のものまでいる。鮮やかに彩られた体の模様は動詞個体間でのコミュニケーションに役立っているという。また、 多くの種では体の後方に目玉模様を備え、捕食者に目の位置を錯誤させることで生存上有利に作用していると考えられる。本当の目は黒い体状模様に隠れていることが多い。また、本家は植生により大きく3つに分けられる。雑食性アケボノ蝶、アミ蝶、アミメ蝶、一点蝶、鬼旗立大、鏡ウ。 元禄大、黒天片木、ごま町、白子大、津田蝶、町、瀬黒町、町長魚、町藩、月町、天狗町、トゲ町、ニセ風雷町、旗立大、姫風雷町、風雷町、笛やっこ大、ベニオ蝶、ミゾレ群れ旗立、友禅、レモン町、インディアンバタフライフィッシュ、ゴールデンバタフライフィッシュ、ブルーストライプドバタフライフィッシュなど、糞が尖っている。 ポリップ植生、海月町、扇町、墨月殿様台、殿様台、白天木、花黒町、三角町、三筋町、南旗立、安寺町、槍木、ゴールデンストライプドバタフライフィッシュ、レインフォーズバタフライフィッシュなど、風はそれほど尖っていない。プランクトン植生霞町、トンプソンバタフライ、ブラックピラミッドバタフライなど、 雑食性ほどではないが、フンが若干尖っている。食性不明、浦島町、オブリーックバタフライフィッシュなど、フンが尖っている。浅瀬のサンゴ礁や磯で一生を過ごすが、中には、浦島町、長をプログナサズガイアテンシ出など300メートル以上の深海でしか見つかっていない種もいる。餌は、サンゴのポリップや動物プランクトン、海面、その他の無脊椎動物などである。 他の魚の代表についている、寄生虫を食べるクリーニング行動を行う種も知られている。中高生で、夜は、ンゴや岩の陰に隠れて眠る。また、昼夜で、退職や模様が変化することが知られ、夜間の退職、模様は鮮やかではなくクローズんでいる。本家の死魚は、トリクティス妖精と呼ばれ、頭部の骨が大きく張り出して、兜を被ったような独特の体型をしている。 成長すると変態し、頭蓋骨は普通の大きさになる。蝶々をカチャエトドン地代は12俗約127種を含む。中でも蝶々を俗チャエトドンは88種を含み、本家最大のくである。蝶々を群れ旗立て大の群橋長蝶々を、滝原六代笛役子代霞蝶々を玄六代、天月蝶々をプログナサズ秋ア,アリアタスロード。 ハウアイランドバタフライフィッシュバーバーフィッシュチェルマナプス、キューリアセス蝶々王族、ジャイトドン88種、ハタタテ大族ヘニーコス8種、ハシナガ蝶々王族チェルマン3種、タキド毒大族コラダイオン3種、フエアッコ大族ホーセピガー3種、カスミ蝶々王族ヘミトログシース4種、ド毒大族ロアテンツキ蝶々王族パラチアイトドンマイナス2種、ウラシマ蝶々王族プログナサズから11種、 アンフィケイテドン属2種ジョンランダリア属チェルマナップス属2種以下に本家でも比較的有名な代表種を挙げる。世界には約120種類がいると言われる。また模様が似ていたり特別が難しい種もいる。今後今まで一種として考えられてきた種にアッシュや新種が発見される場合もある。下の各種は日本国内で観察された記録がある種で、 沖縄などでは普通種でもある。食用として利用されることはあまりない。ほとんどの場合、観賞魚として利用されるが、海水魚の中でも餌付けが難しい種類が多い。個体の大きさや食性によっては、人工配合飼料だけでは飼育できない場合もある。以下に代表的な種を食性別に分けた。食性と飼育の難易度は概ね対応する。雑食性グループアケボノチョウ。 網蝶、網目町、一転蝶、鬼旗立大、鏡蝶、玄六大、黒天仇、誤蝶、白子大、津田蝶、セグロ蝶、蝶長魚、蝶藩、月蝶、天狗トゲ蝶、ニセ風雷蝶、旗立大、姫風来蝶、風来蝶、笛屋っ子大、紅尾町、みぞれ蝶、群れ旗立、友禅、レモン町、インディアンバタフライフィッシュ。 ゴールデンバタフライフィッシュ、ブルーストライプドバタフライフィッシュなど、雑食性の種は、比較的環境に慣れると、人工餌も口にする。そのため、このグループの種は飼育しやすい初級者向けに、分類される。中でもアケボノチョウとミゾレチョウは特に餌付けが容易なので飼育しやすい、入門種と言えるが、ハシナガチョウのようになかなか餌付かない種もいる。ポリプ食性グループミズキチョウ、オギチョウ、 墨付き殿様台、殿様台、白天仇、花黒町、三角町、三筋町、南ョ立、ヤリ町、槍ギ、ゴールデンストライプドバタフライフィッシュ、レインフォーズバタフライフィッシュなど、このグループの種はサンゴを与えないと飼育が難しい場合が多い。また、色彩も鮮やかなシムこのグループには多い。しかし、サンゴは高価なので、経済的に悪い上、 環境保全上の問題もある。ただし、種によっては殻付きアサリを与えるとえずくので、徐々に人工餌にならせることもできる。このグループの種は、どの種も難しい上級者向けに分類される。墨付きとの様代に関しては個体により人工餌を食べる場合もある。プランクトン植生グループ霞ウ、トンプソンバタフライ、ブラックピラミッドバタフライなど、 このグループの種は細かい粒状の人工配合飼料を水流に乗せて与えると食べる。難しそうだが、比較的飼育しやすい中級者向けに分類される。しかし、このグループは小さく、種類も少ない。また、入荷も少ないので、価格も比較的高めである。食性不明グループ浦島町、オブリーックバタフライフィッシュなど、このグループの種は深場に生息する種が多く。 観察される機会が少ない。水槽で飼育されたことがないものもいる。そのため、飼育の難易度は不明に分類される。なお、上に挙げたすべての種に蒸気の説明が常に当てはまるわけではなく、個体や種により雑食性なのにポリプ染色だったり、生息環境が特殊で深いところや、気水のようなところだったり、もともと食べているものが特殊だったり、 といった例外があることには注意すべきである。ありがとうございます。